デイビッド風間のホープアベニューはい皆様いかがお過ごしでしょうかデイビッド風間ですさて4月になりますと新入社員また新入生ですね新しいところでの生活が始まるという、えー、その切り替えの時期なんじゃないかなと思いますまた日本ではですね桜が咲いてこの桜前線がどんどん北上していくという時期にもなっていますよね まあ本当にすべてが新しいと思えるのがこの春の麗しいところですよね。さて私もですね実は今までは宮城県の北部の気仙沼市というところに住んでいたんですけれども引っ越しましてですね今度は栃木県に引っ越しました。 はい、えー、皆様近くにいらっしゃる方いらっしゃるんでしょうかまたですねこの放送は全国でしておりますのでね栃木県いやまだ行ったことないよという方もいらっしゃるかもしれませんけどもねまあ、とってもいいところでございますさてこの引っ越しをするという久しぶりにねこの家財道具を片付けなくちゃいけないというところを通ったんですけれどもいやー実に不要なものが多いんだなというふうに自分で気づきました。 まあ本来人間というのはもう1週間ぐらい暮らせる荷物があればいいんじゃないかなと思うぐらいですねまあ本当とに8年ほど気仙沼市というところで暮らしていたもんですからもういろんなものがですね、えー、ありましてそれをまあ引っ越しにあたっては処分しなくてはいけないとまあこれを人生の中で例えていくとやっぱり自分のこの思いの中にある不要なものもちょっと棚卸ししていく必要があるんじゃないかなという気がいたしました。 バイブルの中にこういう話があります。マリアとマルタという姉妹、まあ兄弟ですね。この二人の女性がいたんですけども、ある時、イエス・キリストがですね、このおうちに来たというところでですね、この接待をしなくちゃいけなくなったわけですね。もう、お食事を用意したりですね、また弟子たちも来ますからね、非常に忙しくなったわけなんです。 そうすると、お姉さんのマルタという女性はですね、もう本当に忙しく働いて、食事の世話や、えー、泊まるところのお世話やですね、もう、もうありとあらゆるです、ね、お世話をしていた、まあ、長女なんでしょうね、非常に責任感が強くてですね、えー、お仕事を一生懸命していたわけなんです。ところが、妹のマリアという女性はですね、なんと、何もしないで、このイエス・キリストの足元で、そのお話を聞き続けていたと。 えそうしたらお姉さんのマルタはですね、えー、何とも思いにならないんでしょうか妹に私の手伝いをしてくれるように言ってくださいと、まあ、イエス・キリストに言ったわけなんですまあこういう状況ってあるんじゃないかなと思いますもう仕事仕事仕事、まあ、仕事のできる方ほどですね仕事がこう回ってきてしまうなんてこともあるんですけれどもでそしてイエス・キリストがじゃあそのように言ってくれるのかなと思いましたらですねマルタに対して「 イエス・キリストはこういうことを言いました。マルタ、マルタ。あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。お姉さんはもうイエス・キリストのためにですね、もういろんなことをやっていたんですけども、 イエス・キリストにとって一番重要なのは、その言葉を聞いてもらうということだったんですよね。このマリタのしていることが別に悪いとか言ってるのではなくて、良い方を選んだマリアを否定してはいけないという教えですね。だから私たちの中にも仕事をしなくちゃいけないってって。もちろんこれはもうすることは何も悪くないんです。でもその一方で、神様の言葉をゆっくりとじっくりと聞くということがですね、 必要なんですね。皆さんはこの時間を持っておられるでしょうかこのゴスペル・ジェネレーション、そしてホーパーベニューというのは、実は神様の言葉を聞くための番組なんですよね。ということで、皆さんは今、良い方を選んでいるのではないでしょうかこれが今日のホーパーベニュー希望のメッセージでした。See you next time.God bless you.Please remember Jesus loves you. バイバイ。 ご案内は、デイビッド・カザバでした。